どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今日は新フェスゲンのティオレ使っていこうと思います。新フェスゲンね、今のところやっぱり使い道はサブ要因が結構多くて、進化前がすでにもうね、いろんなパーティーにて注目されつつある状況なんですが、今回はその中でね、ティオレを進化後でリーダーで使っていこうと思います。はい、スキルブース4つ持ちにね、10コンボ強化に無効感2つ持ちで、はい、悪魔キラーも2個あってね、火力も高いキャラになっています。スキルがね、エンハンスと、決戦ドロップ覚醒無効全回復あるんですね。これが強いので今日は使っていこうと思います。あとリーダースキルも指10秒固定なんだけど、木と光の全パラが 1.5 倍、木光の同時攻撃でダメージを半減、攻撃が11倍、ニコモカさんとかなり硬いキャラなんですよね。普通に強いと思うんだよね。最近全パラ 1.5 倍と半減って多すぎて目立たなくなってるけど、言うて強いと思うんで今日はこちら使っていこうと思います。で、まあパーティーはね、こんな感じですね。はい、アルバート使っていきます。アルバートですね、スキルブースト武器継承です。軽く出したかったんで今日はデク使っていきます。まあ、こんなデク入れなくてもね、正直アルバート単体で完走するんで、まあ、別にね、ギミック耐性武器とかつけてもらって OK です。で、アルバートもう一体ですね、デクつけてます。なんてことも別にいいですが、まあ、アルバの方が安定するしね、アルバート使ってます。で、16マドロンですね。こちらに関してもデク装備継承です。すべてスキルブース装備で OK です。で、イノスケダメージ吸収属性吸収無効要因ですね。光シェリングフォードつけてます。最後、リリアですね。お邪魔目覚め耐性付きで、超覚醒7強。そして、こちら、スキル封印耐性武器かつ、ルーレット一つ生成の、まあ、リュックサックつけてあげてます。失礼噛みました。ということで。はい、そんな感じの編成ですね。今日はもうパーティー見てもらってわかる通りなんですが、まだ実は言ってませんでした。転生ルシャナやっていこうと思います。動画でね、初見でやりたかったんだけどね、もうダンジョン情報見えちゃったんですよね。ただまあ、ある程度ね、まだわからない点も多いので、今日はアルバートとね、新フェスゲンのティオレを使って実際に挑戦していこうと思います。行きましょう。はい、じゃあ使っていこうと思います。ちなみに新フェスゲンはね、進化後の性能がね、結構他のキャラに飲まれすぎて、そんな強くないんじゃないかみたいな話になってますけど、言うて進化後は全パラ 1.5 倍に半減に攻撃 16.5 倍、かつニコンボカさんとかいうわけわからん性能してるんで、あ、正直強いな、めちゃめちゃ強いですね。なんでそんな微妙な感じになってるかっていうと、例えばなんだけど、マーベルコラボのキャラとかですね、あっち系が印象強すぎて、そう、もう奴らがね、印象強すぎたんですよね。だからそんなに目立たないかなって感じではあるけど、ただまあ言うて強いキャラたちが多いかなとは思います。はい、少なくともこんな感じでアルバートと組んであげたね、ティオレパーティーに関してはもうめちゃめちゃ強いと思うんでね、実際に使っていこうと思います。はい、まず1階層ですね。無効感組まないと火力出ないパーティーではあるんですが、言うてね、なんか簡単に抜けましたね。はい、2階層で、ここは追い打ち組みます。で、覚醒無効ですね、ティオレ打ちましょう。とんでもなく害悪なことしてくるやん、こいつ。ちょっと知らなかったんですけど、盤面見てればよかったな。泥鏡が木だと思うんですよね。ってことはこれで組めてて、あと光が組めないでしょ、こんな。うんでしょ、これは。光来い、消えろ光、いや、消えた、はぁ、運強。あれですね、ドロリフとか積んであげた方がいいですね、このジュロンドの枠で。ね。ドロリフとか積んであげて対策してあげれば結構楽かなとは思います。はい、で3階層インドラ先輩か。おっと、開花花火、なるほど、からのロックと。まあとりあえず花火崩そっか。発狂とか来ないよね、さすがに。これでどんなもんですかと。異常状態無効からの 75%80%。 なあ、でもそれだけだね。ってなったらここはアルバの火力で引っ放していこう。言うてさっきの階層根性で抜けれれば楽だけど、正直対策しておくのはほぼ必須かな。ドロリフとか欲しいっすね。はい、でここはこんな感じで組んであげて突破していきます。多分無効感組んであげればね、アルバなら全然どんだけキー振ってくんね。やばすぎ。 OK、 普通に倒していきます。根性もないからね、これでぶっ倒していきましょう。アルバートって回復やからキー生成だよね。うん、 OKOK、 強いので、ここに関しては吸収無効ですね。お邪魔目覚めが積んでるから問題なしと。はい、消せなくなるけど、消せなくなって OK です。で、アルバート打ってあげて、イノスケ打ちます。ここもしっかりぶっ倒していきましょう。指10秒固定なんでね、パズルだけ頑張ってください。76にしては短めかなって感じですね。ただまあ2コンボ加算もあるので、全然ご了承せる範囲内かなと思います。はい、言うて盤面5コンボ組んであげればね、アルバートが軽く出せるので、なおかつ10コンボ組めればフレンドのティオレに関してもこんな感じで 1357982010 と13億ダメージ出てますね。かつ悪魔キラーも乗るんで、こんな感じでぶっ放していけます。はい、で5階層、この安定感いいね、この編成の。
ただアルバートの指延長が消えちゃうっていうのは少しもったいないよな。そこぐらいがデメリットは。うわー、外役ルーレットきたー。リーダーがあと1ターンか。オッケー。じゃあここはアルバートまず打ってあげます。はい、ワンチャンにかけてまずは一応組みに行こう。どうせ無理だとは思うけど、調整か。いやー、ちょっとずれてましたね、パズルが。もったいね。お、でも8コンボだ。ただまあ相手がね、9コンボ以下吸収だからね、しゃあないね。でピナーカ耐えて、これキセレ噛みました、見ます。はい、キセレ噛みました、使ってあげて、でここはちょっと無効感決めたいですね、さすがに。ただルーレット位置がなんか絶望的にいやらしい位置に来ちゃったんで、ちょっとあれなんですけど、おっぶねー。これ何コンボだ。 OK、 10コンボですね。はい、無効感と光組んであげて12コンボ。危ない危ない危ない。 OK、 これで倒していきます。さあ続きまして、ルーレットが残ってますが、5回走。さあさあさあ、全ての試練を乗り越えるんですと。ここで激減入っちゃうんですよね。ただまあアルバートなら別に問題はないんだけど。はい、でまあリーダー変えられちゃいましたが、ここはもう関係なく追い打ち向こうが組んでいきます。いきましょう。さあさあさあ、2コンボ加算入れながらの10コンボ、ナイス。12コンボ、これ抜けるっしょ、いくらなんでも。いや硬いね。いや痛い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 。は、殺しに来てるやん。まあ、そりゃそうか。やば。でもルーレット消えたから、もうこっから普通に組むだけっすね。やぶな。え、なんでこんな軽く下がった、いきなり。わかんないんだけど、まあ、とりあえずこんな感じで無効貫通組んだけで倒していくんですけど、光消えてなかった、まさか。いや、これ多分光消えてなかったね。うん、この火力の変わり方は多分光消えてなかったわ。はい、ただまあとりあえずこれで倒していきます。そりゃ半減ないからこのダメージ食らわな。さあ続きまして、転生ルシャの先輩ですね。まあ一応エンハンスも余ってるからしっかりと殴り倒していきたいけど、遅延なんだよな、うぜえな。あー、まずいね。本当は1ターンスキルダメしたいかなって感じ。いや、するかこれ1ターンね。ちょ、1ターン貯めてあげて、いや2ターン貯めたいですね。でね、一回ちょっとこれでジロンドを返します。でかつアルバートも返してあげればかなり安定すると思うんで、ちょっとここは1回1キロはさすがに入れるっしょ。いや、クライム対戦積んでなくね俺。あ、 100% だ、クライム 100% か。今回ギミック耐性サボり気味なんで、ちょっと不安だったんですけど、暗闇だけ対策してたのが良かったですね。なんかね、操作負荷とか雲とかしてきそうなんだよな、ルシャナって。大丈夫か ?11、12、13、14、15、16、17。よしよしよし、まだ大丈夫だね。で、ここで突破狙おう。ルーレット？うわー、お量が多い。多いわ。じゃあちょっとこれはジロンド行きましょうか。仕切って1ターンルーレットよね。でも逆に言えば右上結構不利なんで、右上で組もうかなと思います。いや、指足んなくねこれ。うわ、終わった。光消えてないか。いや、消えてるね。ナイス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 。あぶねー、光消えてなかったら終わった。オッケー、無効感で半分。ちょ、これね、攻撃してほしくない。やめてだ。よしよしよし、耐えた。でかい。なんか危ねえぞさっきから。やっぱこれマジ今新フェス限の半減なかったら終わってたね。イノスキにリダチェンされてたからマジ詰んだろうと思ったんだけど、新フェス限の半減のおかげでしっかりと耐えていく。でかつここは木の無効感組みながら光も消してあげて、でアルバートのエンハンスが乗ってる状況 VS75% だったのルシャナ。さあどっちが高いか。もちろんこっちの軽く高いということでぶっ倒していきます。はい、こんな感じでした。ちょっとね、ほぼ初見攻略だったんで、ギミック以外分かんなかったんでちょっとあれだったんですけど、まあそれでも勝てるので、やっぱりね、新フェスゲンは十分強い方じゃないかなとは思う。でちょっとね、相性悪いアルバートのね組み合わせ見て、一回試運転してみた感じでも強いし、あと何よりこいつサムで使えるんですよね。7ターンで消せないドロップ、覚醒無効、全回復にエンハンスもあってね。そう、めっちゃなんかセレスとかかわいそうで、
あの超転生セレス今回超転生したんですけど、6ターンで決戦ドロップ倍の、まあ、倍の回復あるか、一応決戦ドロップ倍の覚醒無効7ターン回復に HP30% 回復で6ターンなのよね。でさっきのキャラは一応全回復プラスエンハマって7ターンだから、こう使い分けもできるしね。そうで、まあ、かなり優秀だと思います。個人的には評価結構高いと思います。今回はテオレ使ってみた動画でした。はい、まあ、フェスゲンね、それ以外にもですね、なんとあと2体いるということでね、まあ、キャラ数に関してはとんでもないんですが、まあ、正直使い方によってはね、めちゃめちゃ強いキャラに負けるので、もし交換したいと思った人はね、ぜひ交換の方してもらって、まだ使い道が決まってない人は今のところは温存してあげてね、使うべきタイミングで交換に使ってあげればなと思います。そんな感じでした。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。